レタスの発芽。左の褐色の種皮がついているものが、バターヘッドレタス。右の白っぽい種皮のものが、クリスプヘッドレタス光発芽種子とは、光の照射を発芽の条件とする植物の種子のこと。名発芽種子、または、高校生種子とも呼ばれる。光発芽の実験によく用いられる、レタスのほか白いヌナズナ、岩タバコ。 ヤドリギ、松イい草、イチジク、イチゴなど、多くの野外植物の種子がこの特徴を持っている。対立する後に、暗発芽種子がある。光発芽種子は、一般に発芽に必要な水、酸素、温度等の条件が揃っても、暗黒化では発芽しない。しかし、波長およそ650ナノメートルマイナス680ナノメートルの赤色光によって誘導されるが、 赤外光では逆に発芽が抑制される。これらの二つの波長域の光が、いずれも、シグナルとして機能し、最後に照射された光によって、発芽するかしないかが決まる。この応答は、可逆的であり、このような発芽を光発芽と呼ぶ。レタスの栽培品種グランドラピッズの光発芽についての研究から、この可逆的光形体形成反応やフィトクロムが、 発見された。高価逆反応の中心となるフィトクロムは、赤色光吸収型及び、塩赤色光吸収型の二つの型がある。これらは、それぞれの吸収波長の光を受容することで、他方へと変換される。パープルと PFR の内活性型は光射であり、赤色光を受光して、PFR が蓄積することで、発芽へ向けた、主樹の生理現象が、 活性化される。なおレタス等における光依存的な発芽は、植物ホルモンの一つであるジベレリンの生理、活性型の増加を引き起こす。またジベレリン処理は、赤色交渉者を代替して、発芽を誘導する。したがって、フィトクロムは、ジベレリンの生合成を制御している、可能性が示唆されている。光発芽をめぐっては、 レタス種子を用いた実験がしばしば行われている。レタスの場合、赤色光に感受性のある部分は肺軸であり、ここに前述のフィトクロムが含まれている。レタス種子の光発芽は温度にも依存し、その一方で、レタスには暗発芽性の品種もある。また同様に光発芽種子とされるトゲチ社の種子を用いた実験においても、その光発芽には、 温度依存が認められる。屋外における直射日光に含まれる赤色光と近赤外光との比は通常1.15前後である。これに対し植物によって遮られた光の R、FR は0.1から0.4程度にまで低下する。光発芽種子はこのような光条件の相違を検知することで他の植物との競争を回避し、 自身の生育に向いた環境下で選択的に発芽していると考えられている。ありがとうございます。